毎日毎日、いやうまくいかねーって思いながら寝るというのが続いてたんだけど、何俺ってずっと思いながら、はい、かといって毎日やることもないんでフラフラしてましたし、逆に伊沢さん、そのうまくいってる時に注意してることってあります？はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチーです。ということで、1年ぶりに再会となりました。はい、自己紹介を。あ、これで、はい、ごめんなさい。ガッツリ。これでいい、これでいい。これお願いします。はい、どうも、クイズの研修長の伊沢です。よろしくお願いします。お久しぶりです。です結構、あってはね、いるんだけど、動画を撮るのが、ね、そうですね。久しぶりですね。この1年、怒涛だったと思うんですよ。外から見てると。はい、でやっぱりそれっていい時もあれば、はい、まあ、悪い時もあるわけで、はい、伊沢さんってでも我が道をこうガッていけるタイプな感じがするんですけど、はい、実際どうですか？まあ、結構やっぱ僕は浮き沈みは激しくて、まあ、ただ単純にあの、あんまツイッターとかにつぶやかないだけですけど、そうですよね、はい、外に出さないけど、まあ、内面的には全然落ち込んでて、それこそあのこの1年間で大学院、はい、行って、それこそ研究者になりたかったのが、はい、中退してクイズノックという会社を作り、うん、で、まあ、テレビのお仕事も増えたんですけど、慣れないことをたくさんやって、うん、だからなんだろう、2回ぐらい結構がっつり落ち込んでる時期があって、中退するかどうかみたいな、はい、クイズノックに行くのか研究者になるのかとか、あとは大学院に居続けるのか、もうこれでパッツリ行くのかみたいなのを悩んだ時期もあって、うん、であとはやっぱテレビとか、まあ、YouTube の仕事を本格的にやっていく上でうまくいかんなと、はい、僕がコミュニケーションの輪に入っていけないなみたいな時期があって、その2つは結構悩みが激しかった。1ヶ月ぐらい悩んでたのかな。あ、結構長いですね。そう、もう本当に1日ずっと、ああ毎日うまくいかないなとか、ーずーっと思って、まあ、何やっててもちょっとまあそれがよぎるみたいな時期がありましたね。そのクイズノック立ち上げたじゃないですか、うん、実際会社として、はい、すごい決断だったと思うんですよ。あの動画拝見した時に、はい、ああすげえ腹くくったなって思ったんですよ、ね、はいはい、で多分あの動画撮ってる時はもちろんもう、うん、それを決めたとかじゃないですけど、 でもそこまでに至るまでにいろんなものが表情出てるのがやっぱり、はい、いや、ありがとうございます。そう感じて、そこまで読んでいただけるのが葉一さんだからだと思うんですけどなんか、はい、これすごい気持ち悪い話なんですけど、はい、見ててちょっと涙出てたんですよ。あれ見て、いや嬉しいですね、ありがとうございます。なんか大変だったろうなって、なんかそれ大変です、ちょっと安いんですけどね。いやいや、でもそう、大変という言葉が多分一番適切なのかなと思って、まあそれこそ僕だけの決断じゃないか。そうですよね、仲間もいて、はい、みんなでどうするかって決断だったし、うん、でそこに僕のキャリアの話もかぶってきちゃって、うん、で自分でやりたいこともあるし、はい、でどうしようかって思った時に、うん、でも正直そこに諦めが入ったとか、うん、研究者やりたかったけど、はい、向いてないなっていう、あ、やりたかった仕事が自分に向いてない、自分よりできる人がいっぱいいるなって思った時の、うん、それを認めなきゃいけないっていう感覚は結構きつくて、ああそっちもあるんですね。そうですね。でそこにまあクイズノック、となるとクイズノックだけど、クイズノックをまあ会社にするならいろいろ社会的に背負わなきゃいけないものもあったりとか、もともとその起業とかのタイプじゃないので、もともと方向性が余計に悩みはしたんですけど、やっぱ会社を作るっていうのは覚悟っていうか、みんなに覚悟を見せなきゃなって、俺が下がらねえぞと、クイズノック続けていかなきゃいけないから下がらねえぞって覚悟を見せたいっていうのが一番ありましたし、はい、あとはやっぱそのキャリアの面は純粋にすげえやついっぱいいたから、この人たちの方がいいなというのは思ったので、ここはまあ諦めと覚悟とでしたね。でなんかそのハイチさんのオリジナリティというか、はい、そのハイチさん、ハイチさんたらしめてるのは、それこそその公教育と YouTube をっていう、自分が叶えたいこう野望が一個あったからこそ、ハイチさんがハイチさんたるところだと思うし、それに立ち返ってからこそ今続けてらっしゃると思うので、はい、それこそ僕もやっぱりあのクイズノックで実現したいのは、楽しいから始まる学びっていうのをずっと言ってて、はい、それを実現するってことがやりたいと思ったからこそ会社にしたというのもあって、こう一つ何かこう自分の中でのこう柱になるような言葉が一個あるだけで、それにすがれば、それさえあれば自分でいられると僕は思うので、あ、なるほど、それがやっぱ良かったのかもしれない。それこそその会社についていろいろ勉強してきた時に、はい、多くの会社はやっぱクレドって言われるんですけど、こう会社の理念を持ってて、その理念に最終的には返ってくると、何か迷った時は必ず理念に返ってから考えるみたいなことをしてるので、それ会社でも個人でも同じだなと。あ、1個帰る場所が自分の中に1個だけでもあれば、それ基準に全部判断できるしっていうのはあるかもしれないですね。そっか、それいいですね。最終的に僕もやっぱそこに帰ってきて、
自分がやりたいこと、自分に向いてることなんだろうと思った時に、じゃあ楽しいから始まる学びだなと思って、じゃあクイズノックじゃんって、クイズノックやるしかないよって思いました。それいいっすね、それ子供たちっすね。そんな気がしました。だからハイチさんのその迷いも本当そういうところなのかなと思ったし、それが多分ハイチさんをハイチさんたらしめてるオリジナルな部分なのかなと思うので、いや嬉しいですね。いや本当そうだと思いますね。活動内容はまさにその言葉に集約されてる気がしましたね。そうですね、はい、なんか忙しかったりとか、はい、そのうまくいかない時、うまくいかない時って本当うまくいかない時、いやマジでうまくいかんすね、ですよね、はい、でそうするとやっぱりいろいろ邪念雑念が入ってきて、で、分からなくなるんですね。分からなくなる、ぼやけちゃって、ね、パニックになりますね。長いパニックになる、そうなんですよ。もうなんか真っ暗闇飛んでる中にずっと居続ける感じになっちゃって、でも今湯沢さんおっしゃったように結局戻るとこってシンプルなんですよね。そうですね、最初の部分で、うん、そのなんか理念じゃない、理念ってちょっと硬くなっちゃうかもしれないですけど、まあすね、一つだけ基準を持っているとそこに帰ってこられるかもしれないですね。伊沢さん悩んだ時はやっぱそこですか、大事なのは。そうですね、ただ難しいのは悩んだ時にそこに帰ろうって思えなくなっちゃうと、はい、長いパニックなんで、そうなんですよ、ね、1ヶ月単位のパニックなんで、はい、自分の中でやばいなとはなんとなく思ってるけど、何がやばいかとかって分析できなくなるんですよね、うん、それこそ本当夏休みの宿題終わってないとか、はい、あの学校マジで行きたくないとかの時って長いパニックだから分かんないんですよ、はい、ただ僕が25年生きてきて思ったのは、はい、いずれは抜けるなっていうパニックから、はい、それは自分で抜けることはできないんだけど、何かしら時が経った時に、はい、気づいたらああ抜けてたっていう、もうこの間までちょうどそんな感じで、はい、毎日毎日いやうまくいかねえって思いながら寝るというのが続いてたんだけど、だんだんうまくいかねえと思う頻度が減ってきて、最終的にあ最近そう思ってないなうーんいうふうに後から自分で気づくみたいなことがあって、あだから正直僕は耐えるしかない感じはしちゃっていて、でも耐えるしかないって言葉はきついんですよ ね、まあ、そうですね、自分に言い聞かせるのもきついので、うーんってなった時に、ただ終わりがあるということだけは知っておくだけですごく希望にはなるかな。確かにあれですよね、きっと悩んで、うん、その終わりがあった経験、あ、いつか終わるんだっていう経験がうちらあるから余計にそう思えるとかありますね。逆に言えば若い子はより厳しい、そうですよね。だから逆に言えばなんかやばい時も、あ、これは長いパニックなのかもしれないと思う、そこが自分の普通だと思わない方がいいかもしれない、ね、あ、なるほどなるほど、そのそれが普通だと思っちゃうと、うん、そんな自分ってってなっちゃう、うん、しかもそれが永遠に続くって話になりますもんね。そう、それが通常じゃないんだよっていう、通常はもっとハッピーなんだよっていうのを思っていった方がいいかもしれないですね。中学生の頃とか、はい、クイズやってましたけど、クイズやってる友達なんて全然いないから、もう学校の中で自分のアイデンティティって何ってなってたし、で 20歳の頃に一人暮らし始めた頃も大学に単位取ってて、はい、単位取り切ってた、大学に行く用事がそんななくて、はい、ずっとサークルだけやってたんですけど、はい、サークルギター弾いてたんですけど全然うまくならなくて、うーん何俺ってずっと思いながら、はい、かといって毎日やることもないんでフラフラしてましたし、うーんそのなんとなく薄ぼんやりとした不安、はい、にずーっとこう押さえつけられてる感じというのは何度かありました。わかるな、うん、何なんだろうって、ただ毎日進んでいくしかないって、時間は止まんないんですよね、結局ずっと寝たら朝はやってくるし、でも何も解決してないんですよね、モヤモヤは晴れないしっていう、でもそういう体験はやっぱあるもんだなという、で抜けられはしたと、ポジティブに抜けたわけじゃないけど、はい、終わりはしたととりあえずということだけは俺は言えるかなと思います。今ってちょっと内的要因じゃないですか、自分の中の、でやっぱりこう、学生の中でちょっと外的要因というか、ありますね、まあ、まあいじめとかも多分そういうものあると思うんですけど、でもそれも、まあ、もちろんね、こう、いつか終わるっていうのは今そのいじめに苦しんでる子にとってみたらちょっと何の助けにもならないんですけど、でも伊沢さんが言ってくれたそのいつか終わるっていうのはすごく思っててほしいなって個人的には思っていて、まあ、自分も中2の時からいじめ始まって、やっぱ中3卒業した時には亡くなったんですよね、まあ、学校変わるっていうタイミングでしたけど、なんとなく悩んでたりとか誰かのせいで悩んでたりとかそういう人もいつかその悩み時期は終わることは忘れないでほしいなと思いますね。そうですね、終わりがあることだけは確かで、ただいつ終わるかわからないっていうのはめちゃくちゃきついと思うんですけど、そうなんですよね、逆に言えば
なんだろう、事実に誠実であるなら逆にも僕はそれしか言えないなと思っていて、うそうですね、うん、でも一生は続かないですよね。そうですね、人が置かれてる状況は本当様々なので、うん、僕から言えることはそれだけではある。それが力不足で申し訳ないですけど、いやいやいや、でも、うん、それだなっていう感じがしま す、ね、すね。逆に、はい、うまくいってる時期もずっと続かないんですよ、ね、そう、間違いないです。そうなんですよ、本当にそう。で、常にいつか何かは終わるなって思ってない時、ね、調子いい時も調子悪い時も、うん、うまくいってる時危ないっすよね。いや、そう、うまくいってる時は周り見えなくなってるからうまくいってるように思えることもたくさんあるので、そういう時に人を傷つけてしまったりとか本当にするし、そうですね、そういう経験もたくさんしてきたんで、なのでやっぱ本当に自分が今どうなっているのか、自分の状況が通常じゃないかもしれないというのは常に思っていたいですよね。逆に岩田さん、そのうまくいってる時に注意してることってあります？もう言葉、一番は言葉ですね、うん、自分の中から外に出る唯一のものは言葉なので、うん、その自分の過信、慢心とかが常に出るんですよね、はい、言葉、うん、どんだけ気をつけてても出るんですけど、それでもやってしまうので、はい、言葉遣いだけは本当に気をつけたいなと思ってます、ね、大事ですよね。それが他人に判断される自分だし、うん、で、他人に理解してもらえる自分だし、うん、だから言葉というのは最大の自分を守ってくれる武器でもあり、はい、自分を貶める罠でもあるので、一度発してしまったら帰ってこないんですね。帰ってこないですからね、マジで帰ってこねえなと思った経験はたくさんありますね。言葉遣いで、そうですね、本当に気をつけてる。自分も営業マンの時の上司にそれ言われて、はい、で、その上司に言われたことが2つあって、はい、1つがその、まあ、言葉遣いの態度ですよね、はい、うまくいってる時はそういった横柄な態度になるから、間違いない、意識しててもなるから、はい、っていうことと、あとはうまくいってる時ほど練習しろって言われたんですよ。あ、そうかもしれない。そうですね、うまくいってる時期は余裕が出るからこそ、その余裕をちゃんと自分を高めるために使いたい。そうですね、はい、うまくいってない時期はそんな余裕すらないから、そうですね、だから貯金を作れるだけ作っておきたいですよね。そうですね、 そこで貯金作っておかないと、はい、多分こうなるきっかけがすぐ来ちゃう。そうなんですよね、落ちていきやすい。なんかうまくいってる時にちゃんとこう準備、貯金を作っておくと、どうせうまくいかなくなるんですけど、うん、なった時に戻りやすいんですよね。あ、そうですね、落ち込んでる時期は少なく済むとなってるので、はい、でうまくいってる時期にその練習しろってのはすごくいいことですね。そう、もうまさにそうだなと思って、だからどしかられながらめっちゃそれ言われてて、いや、そうです。でも当時まだ22歳だったんで、はい、分からなかったんですよ、自分何言ってんだみたいな。でもやっぱり年を取るにつれてすごい刺さるんですよね、それが。そうです、でもそういう言葉がもらえるのっていいですね。感謝しかないですね、まあ、後から聞いてくるから余計に。そうなんですよね。それこそ本当に怒ってもらえる、叱ってもらえるという経験はとても貴重だなと思います。そうですね、はい、だんだんいなくなりますよね。いや、そうだと思います。そうなんですよね。まあ、ただそれがね、適切なのかどうかというのは怒られると本人は分からないから難しいんで。そうですね、うん、理不尽なのもたくさんありますからね。そうですね、これは難しい。まあ、自分の、まあ、肉親とか、まあ、友達とか分からないですけどに反面教師って思うこといるあると思うんですよね。こうなりたくはないなっていう、うん、でそれってすごく大事にしてほしくって、もちろんそれでそこに嫌がらせをされることもあるかもしれないですけど、うん、でもあ、こういうふうに言うと人は傷つくんだって実体験をしてたらそれをすることはないと思うんですよね。まあ、そうですね。なのでそれもやっぱり大事にしてほしいなとは思いますね。そうですね、やっぱり自分の中に判断基準を持ってるのが一番強いと思うので、予想の価値観、自分の外側の価値観っていうのはすごい変わりやすくて、はい、それこそこの人がこう言ってたからとか、まあ、お金が儲かるから将来役に立つからみたいなのってやっぱ全部自分の外の価値観で、はい、それはめちゃくちゃ変わってくるんですよね。だそこに寄り所を置いてると結局それが変わっちゃった時に自分ってものがなくなっちゃう。って中で自分の中に価値観を作るっていうのはとっても大事だなとは思いますね。さっきの話ですね、自分の中に理念を作るとやっぱ似てますよね。そう、帰ってくる場所は自分のとこしかないなっていうのはあるので、だからその自分の中の基準で人を判断できればちゃんとその見抜くことができるので、責任も自分にあるし、そうですね、最後は自分で責任取れるから、そうですね、っていうのはいい。人のせいにはできないんですよね。結局のところがどれだけやっても最後は自分のせい、しょうがない。自信を持てなかったりする子やっぱりすごく多かったりとかして、うん、なかなかこう自分の中にある判断基準とかもこれでいいのかなと思うこともあるとは思うんですけど、若いとよりそうですよね、なると思うんですけど、でもやっぱりそれはあなた自身で間違ってないから、うん、そこは
大事にしてほしいなって。そうですね、うん、すごく思いますね。唯一やっぱりさっき言ったことの例外を挙げるとすれば、はい、他人から加害されたときですね。他人から何か嫌がらせを受けたときは自分は悪くないですね、はい、そうですね、基本的にもうそれはしょうがないです。それは相手が悪いです。とそれは基本的に人を傷つけるのは、はい、傷つけられた側ではなくて傷つけた側が悪いので、傷つけてはいけないですから人は。はい、伊沢さんと今回ね、こういう話をさせてもらうって、はい、事前に LINE でちょっとね、紹介させてもらったんですけど、はい、やっぱり伊沢さん、素敵っすね。いや、でもやっぱ、その、やってると難しさというのは非常に感じますね、自分の中で。こう、何か僕が放った一言が、はい、その、当てはまらないケースに入ってしまったりとか、自分が意図してないことってのはたくさんあるので、そうですね。難しいし、難しいなぁと思います。だからこそ、立ち向かっていかなきゃいけないんですけど。自分伊沢さんがこうお話しするときにすごい好きだなって思ってること、昔から思ったことがあって、はい、伊沢さんって喋ってるときに嘘をついてらっしゃらないのがすごい感じるんですよ。いやいや、ありがとうございます。この人はこうどんな意見であっても本心でその時に自分が喋れることをちゃんと喋るっていうのをすごく感じるんですね。いやいや、ありがとうございます。でだからこそちょっと本当は今ね、こういう話って結構どうしても角が立つというか、人によってはえって思う人どうしても出てくる話題なんですけど、はい、でもやっぱりだからこそ伊沢さんにすごい話してほしかった、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。だからこそ僕がなんかストレートな物言いができなかったところというのもたくさんあるんですけど、はい、まあ出せる限界かなという感じで、ね、それが今の伊沢さんが思ってるこう、うん、表現できることだと思うので、はい、そうですね、それで満足していただける人がいるなら嬉しいなという、はい、すごくそれで何かを感じてくれる方絶対いると思うので、はい、そうですね、はい、ありがたいです。そうであったら嬉しいですね。うまくいかないことなんてうまくいったこと以上にあるわけで、うん、でもまあそれがこう生きたとは言わないけど、はい、そういうこともあったから、うん、あったから結局今の自分にたどり着いてるのは間違いないので、はい、っていうふうに思える時がいつか来るといいなって感じですかね。ありがとうございます、うん、難しいですね。いやー、伊沢さんばっかりは、伊沢さんやっぱ素敵っすね。いやでもすげえ今頭を回してはいましたね。全然カメラ目線になれなかった